準決勝第1試合はダレル・ラズストン対ザ・ミックの一戦です。そうですね、ついに来ましたね。これはダレルの弟と妹。そうですね、このね、兄弟のプロモーションということでね、この大会にね、ずっと言ってましたからね。はいね、はい、元気ですね。はい、試合の方ですが、ダレルが打撃でナッシュをかけてますが、そうですね、うん、これはやはりミックの方が一枚上手ですか。そうですね、はい、バックドロップ、いいですね、高さのあるバックドロップです。身長ありますからね。はい、ダレルが畳みかけるか。ミックが得意のバックドロップで返した。これも効いた。やっぱり一枚上手ですか。そうですね、前回優勝者ですからね。はい、まあミックって言っちゃってますけど、そうですね、まあ、正体はね、はい、エル・ペリグロっていう名前で出てましたが、はい、やっぱりね、まあ、2回戦でね、正体バレしちゃうそんなこと言ってる間にダレルが必勝パターンですよ、これ。そうです、得意のラッシュ入りました、ね。はい、こっからですね、倒した後、はい、なんかね、じってジタバタジタバタってすで、レッグドロップ。ああ、来た、はい、こっから一気に行きますよ。そうですね、一冊のニックを待ち構えて、ダイワードスパイラルの体勢。おミックが強烈なアッパーカット、ね、跳ね上げて、アッパーカット決まりましたよ。はい、おミックがさらに、これは強引だ、はい、ロープへ走ってダレルをジャーマンスープレックス、うん、これさ、あの、なんて言うんですかね、まあ、私結構好きなムーブですおとか言ってたら、ミックの必勝パターンです。そうですね、来ますよ、スピア。スピア来る。おこれは飛びつき式の、まあ、ダウンワードスパイラルのような。そうですね、臨機応変に決めましたね、はい、そうですね、ちょっとアレンジしてきましたね。はい、そして今度はミックのターンだ。ここから来るのはあれですね、出ます、はい、出ちゃいます。来た、来ました、得意のサソリ固めだ。来ましたね、何人もの強敵をこれで、背骨をね、はい、折りまくってますからね折っちゃいないね。ああ、残りましたね。大丈夫なんです。はい、ニックはね、ここからさらに畳みかけてくるんですね。そうです、皆さんおなじみ、出た、2匹目のサソリが来ますよ。そうなんです、1回じゃ終わんないんですね。そうなんです、この選手一味違う。どうだ、ダレル、ロープは遠いぞ、厳しいか、届くか届くか、これはね、逃げろ逃げろ、あー、ミックが腰落とした。もう完璧な体勢、完璧な体勢ですよ。体にね、染み込んでます。完璧だ、これはどうしようもないか。あー、これはまずい、マジかか、まずい。わっ、弟が入ってきましたよ、これ。ビリーが、弟のビリーが入ってきました。ビリー、何するんだ。変形のなんだこれは、スイングネックフリカ。ああ、これはね、フェイスバスターみたいな感じです、ね、必殺技ですよ。そしてこれは何ですか、兄に決めちゃえよ。おそうですね、これ。おあれる、これ。そうですね、余計なことするな。なるほど、熱くなってきたんですか、これ。はい。ミックの熱さにこれ、そうですね、当てられたというか。はい、ギアが上がってきましたよ。熱がね。試合もね、熱くなってきました。はい、熱くなってきました。パンチであり、序盤はね、負けちゃいましたけど、あ、どう、これは捉えて、ダウンワードスパイラー、ここで決まった。パンチを受け止めての、そうですね、ダレルもね、乗ってきましたよ。はい、どうだ、カウントは2だ。あー、さすがミック、ミックも簡単にはね、そうですね、また2発目でやったんですね。やってますけど、耐えてますよ、ミックが。あー、素晴らしい。お、強引にねじ切った。そうですね、強引なダウンワードスパイラル出ました。来ましたね、力技ですね。はい、勝ちたいって気持ちが、ここでスピア間髪入れず、ニックはもう一瞬でも油断したらスピア突き刺してきますね。2発目きますよ。狙ってます。これを食らったらまずいぞ。ガンガンが、ああうまい、バレル出た。これはカウント、ああ、スリーか、まさかのバレルが大金星です。そうですね、決勝進出だ、びっくりですよ。これ準決勝第2試合はマーブル対シンの一戦です。そうですね、マーブルの入場、国のダウン、後ろから、これはパートナーである、真のパートナーであるクライムが、来ましたね。椅子で攻撃。これはね。はい、2回戦でお互い真とクライムのパートナー同士やり合って、逆にこう絆が深まったのかもしれないですね。うん、よくわかりませんが、そうなんですかね。そういう。わあ、これは。悪の。悪ですね。そうです。悪の美学というか。なるほど。はい。そして試合です。そのまま。シンがラッシュかけてますね。そうですね、効いてますよ、あの攻撃は、はい、
序盤から、ね、まあ、体格差ありますからね。そうですね、見ないという意味でも、はい、上等手段って言えるのかもしれないですね。まあもちろん反則なんですけど、そうですね、はい、おこれはね、いつものあチェンジオブペース、あーそうですね、付き合いませんね。まあヒールですからね、まあ、トリッキーな動きされたところで、ね、そうですね、関係ねえよって隙を見せただけという、はい、あこれはマブル流血ちょっとね、しました、来ましたね、あのメガネがね、割れちゃったんでしょうかねペイントしてるからあんま分かんないんですけど、あ必殺のボディスプラッシュによけられちゃいましたね。これもね、うまいですね、なんだかんだで。そしてシンがトップロープの最上段から狙うか、おー、あー来たー、ダイビングのダブルニープレス、これもね、体重乗ってますよ。そして決めに行かない、ゴールしない、そうですね、これなんだこれ、これまさかちょっとよく見えないですが、そうですね、これはなんかね、顔をね、顔のペイントを剥がしてんじゃないですか、もしかして。これはね、極悪非道だ、非道ですよ。そしてマーブルの素顔があらわに、あなんか衝撃です。そうですね、なんかちょっとトラウマになりそうですあ、怒ったか、怒ったマーブル、そうですね、これね、あー首絞めてるか、これはね、おりましたね、アイテムペインターマーブルですからね、はい、本性を抜き出しにしたのか。そしてここでクライムを介入してきました。そうですね、もうね、審判棒立ちですけど、止めようよって話ですねさっきもね、ね、本当1回戦からずっと反則行為を今それを言っても、ね、あ、マーブルがこれもうあれですからね、頭に血が昇ってるからもう、そうですね、覚醒してますから、おっ、どこからですか、なんかしますよ、なんかしますよ、おっと、ダブルのチョッツ、あーすごいパワーだ。そしてクライムにはさらにボディスプラッシュ、これはね、強烈ですよ。そして吠えた、怖いですね。そしてシンに何をする、吠えた、また吠えた、怖いですよこれ、なんかもう顔ちょっとね顔も怖いし顔ちょっと夢に出てきそうですねおっと、ダブルのなだれ式だ、あれ大丈夫なのか、なだれ式のクラマサがリップが崩壊、まさかのすごい、もう震度8 いや9 いやドリフドリフって言わないでください、ドリフコントみたいになってしまいますけど、そうです、いやそれぐらいの衝撃、すごい破壊力ですね、リンガンもね、審判もろとも、審判すごいリアクションリアクション上手これどうなんですか、これ試合の方どうなったんです、まあ、審判勝った方が勝ちということでしょうか。なるほどなるほど、あっ、マーブルが勝って、これ KO 勝ちという扱いですね。そうですね、恐ろしい、このようになってます、トーナメント。そうですね、波乱波乱できました。